2014年に始まったスポーツフォートモローは、東京大会のレガシーを生かしてスポーツを通じた国際交流のこれからの姿を考えるとともに、新たな共同が生まれて皆様にとっても有意義な機会となることを期待しております。